なんかいいと思う、なんかいいわ、なんかいいと思う、そうですね、もうそれじゃ、じゃあ聞いていただきたい、はい、私結構マッチ大好きってあのいろんなところでずっと言わせていただいてるんですけど、本当に小さい頃本当にマッチさんのことが好きなもんで、そのなんていうの、好きっていう気持ちをどうやってその感情を表現したらいいかよく分からなくて、一回部屋でクラシックをかけてマッチさんのポスターを抱いて踊ってたことがあるんですね。そういう感じ。おいくつぐらいの時？10歳か11歳ぐらいの。でやっぱりなんか他にちょっと愛情表現がうまくちょっと思いつかなかったんで、それで部屋で踊ってたんです。でちょうどその頃キャンディーキャンディーとかが流行ってたんで、そういう社交界シーンとかそういうダンスシーンみたいなのがあったんで、好きな人とはダンスを踊るっていうなんかそういうイメージあった。そうなんです。それで部屋で踊ってたんです。そしたらたまたまなんか私に用事があって、で父が部屋をガチャって、はい、ガチャって来たら、娘がポスター抱いてくるくる踊ってるんで、はい、わっと思ったんでしょうね、はい、でまあそれを子供のそのファン心理だと思ってこう整理してくれたら全然良かったんですけど、なんかやっぱりこう女ってまあ娘ですし、このまま行って大きくなって芸能人と結婚したいと言い出したらもう本当に傷つくのは目に見えてるし、諦めさせなきゃいけないと思ったんでしょうね。で夜その頃私2段ベッドの上に寝てたんです。妹が下で私2段の上で、で多分高さがちょうど良かったんだと思うんですけど、私が寝てるところに父がやってきて、こうやって耳元で、お前はマッチとは結婚できない。多分まあそうやって洗脳しようと。洗脳。ある日バッと起きたらちょうど。お前はマッチだっていうとこ見ちゃったんで、もうショックでわーって泣いたことでその事件が発覚して、父が母にコテンパンに怒られた。すいません、ちょっと緊張して立って喋っていいですか？いや全然喋って安いようにやってください。はい、僕うちの会社の、はい、増田岡田の、はい、増田君が監督やってる野球チームのメンバーの一人なんです。あ、ほんで僕の役割というのは、まあ言うたら代打なんですけども、ベンチで監督がいろんなことを言うんですよ、若手には、もっと脇を締めろとか、それからスイングがもうちょっと力足りんとか、でも監督が僕に言うのはとにかく代打に出た時に、ツーストライクまでは絶対に振るなと、こういうことしか言わないんです、ほんで僕が代打の役割でバット構えてバッターボックス立ってます。そうすると監督がサインを送るんです。まあ普通サインと言いますとベルトにちょっと手当てたらバントとか、で耳を触ったら盗塁せよとか、で僕の場合はちょっと違ってまして、監督が首にクッと手を当てるんです。これはどういうサインかと言いますと、バッターボックスで首を振れと。で私は首を振れと言われた時には、もうバッターボックスでバッター構えて、必死になって振るんですよ。そうすると今までものすごいいいコントロールで放ってたピッチャーが急に乱れ出して、まあそうですよね、バッターがあんなに乱れてるんですもんね。ほんで私はフォアボールで一塁まで歩いて、そしてピンチランナーで代わってお役御免と。もう何回も何回も振るんです。なるほどね。もうこれが僕の最初の。これ来年あたりプロから話来るから。ヘルメット入れますよ。
僕、浅草の漫才協会っていうところに所属してるんですけど、で、漫才協会に、やっちゃん、じゅんちゃん師匠っていう、70歳を超えた大ベテランのコンビがいらっしゃるんですよ。やっちゃん、じゅんちゃん師匠。はい、とってもいい優しい師匠なんですけど、で、ある日、自宅に漫才協会からお知らせが届きまして、で、封筒の表に赤い文字で、重要って書いてあったんですよ。なんだこれはと思って、中見たら、やっちゃん、じゅんちゃんが解散しましたって書いてあって、これはもう浅草明日からどえらいことになるぞと、で僕らこう思うわけじゃないですか。で、やっぱり70歳を超えてるんで、やっぱりご高齢なんで、健康面とか、体力的な問題で解散するのかなって思ったら、そうじゃなくて、笑いの方向性が違うってことで、解散して。ここへ来て。はい。僕、吉本新喜劇というのを今やらせていただいてるんですけども、まあ、新喜劇やるようになって、おじさま、おばさまに声をかけられることが多くなったんですね。ほんで、道歩いてたら、やっぱり小籔さんのところの、娘さんというのは、やっぱり芸人さんの娘さんやから面白いんちゃいます、みたいなのも何回も言われるんですけど、まあ、よう考えてくれと。魔法なんですよ、その、おっちゃん、おばちゃんとかは。芸人さんの娘さんやから面白いですよね、って、よう言うたなって。いや、言い張るやろ、そら。死んでおもろいわけないやん。まあ、ね、言えば、まあ、その、やっぱり板の上立って、いろいろ頑張って、努力して面白くなってる皆さん、方々ですよ。まあ、才能ももちろんあるでしょうけど、そんな生まれたての前、その時4歳ぐらいだったんですけど、4歳の娘がおもろいわけないでしょう。よう考えてください。一郎の子供なんで4歳の時から200本安打打てるんですかと、僕いつもずっと言ってるんですよ。まあ、やっぱ家でもですね、4歳の娘ずっと見てたら、なんかまあ、小島よしおは僕大変好きなんですけども、そんなの関係ねえとか言うんです。やっぱテレビの真似して、小島よしおとか好きやから言うんですけど、まあ、僕芸人は一応プロじゃないですか、そんなの関係ねえ言われても、まあ、全く笑うこともないですしそうそう、好き嫌いじゃなくて、ね、その小島安心にやられたら笑いますよ。ただもう真似てパクったやつをこう普通に飯食ってた時にパッといきなり立ち上がってそんなの関係ねえ言われてもパッて言うたんですよ。おもろいと思わないから全く面白くない。ほんであれ見たらグー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 どやみたいなドヤ顔してくるんですけど、はでいつも言うんですよ。娘で一回も笑ったことないです。でおもろないんですよ。まあ、これをまずこのゴールデンで言いたいということ。まずはそれが言いたかった。この先おもろなるかもわからないですけど、4歳の娘に僕が笑かされることなんか全くないと。しかもグーグーとかこうとかフーとかそんなんばっかり言ってるわけですから。しかも入れ方も0点なんですよ。それがものすごいタイミングでパッと入れられたら僕も笑うことあるかもわかりますけど、その平素何も関係ない時にもうそんなの関係ねえみたいなこと言うと、おもろいわけないやんけ。で僕一回も笑ったことなかったんですけども、一回笑かされたことがあって、僕まあいつも寝てるんですけど、うちの娘ちょっと甘えたで、嫁はんにちょっとまあまあトイレ行きたいから お尻拭いてみたいな、うんち行きたいからお尻拭いてついてきてってよう言うてるんですよね。である時6時半ぐらいに娘がむくっと起き上がって、まあまあうんち行きたいからトイレついてきて言うてるんですよ。で僕もパッと横で目覚めて、なんか言うとるなと。嫁はんはもうお姉ちゃんやねんから行けるやろ一人で行きみたいに言うてるんですよ。もういやいやいやついてきてお尻拭いてほしいみたいな、もう行けるやろ、もう自分一人で幼稚園とか行ってんねんから行きや、まあついてきてついてきてみたいな公募がちょっと10分ぐらいあって、ほんならもう諦めてとことことこでトイレ行きよったんですよ。ほんなら、まあ、自分で行きよったんかなと思って、僕また寝てたら、10分ぐらいしたらですかね、向こうの方から、まあまあ、うんち出たよ、お尻拭いて、ってめっちゃでかい声で聞こえるんですよ。でも、嫁はんは、寝たふりして無視してるんですよ。でも、娘は聞こえてへん思って、大きい声で、まあまあ、うんち出たよ、お尻拭いて、まあまあ、出たよ、お尻拭いて、うんち出た、まあまあ、うんち出た、お尻拭いて、うんち出たよあると思いますって言ったんですよ。その時入れ方もまあお前寝てたんですけどちょっと目覚めました。初めて笑かされた。だからそれまで言ったおっさんおばはんが言ってたことはあながち間違ってないかもわからないです。たこ焼きを帰りた時の話なんですけど、はい、まあお客さんはいてなかったところに僕は行ったんですけど、二十歳ぐらいの女の子と同着に着いたんです。あピタッて、でパッてこう焼けてる分見ると、もう500円分ぐらいがちょうどあるかなぐらいで感じやって、一応同着やったんで、女の子のその女の子やったんですけど、女の子にどうしますっていう感じの目を合わしに行ってっていう感じでパッてそっち見たんですけど、
こっち一切見んと500円分って言いよったんですよ。で、ってなって、ほんで、まあ、そのなんか、店員さんの人が、ちょっと歯抜けてる人で、へい、500円分ですねって言って、こう、なんか、ばーっと作り出すんですよ。あれ、俺も同着やったのに、いや、ほんまに、ほぼ同時やったんですよ。なんで俺の方聞けへんのと思って、で、わーってなってたんですけど、もうなんかもう女の子は、なんかもう、なんか青のりいりませんとか、なんかもうマヨネーズ抜いてくださいとか、ソースもいりませんって、お前何が食べたいの思いながら、もうってなって、で、その子は、まあ、それを買って帰ったんです、うん、で僕は今から焼くのを待たなあかんことになって、ほんでそのちょっと歯抜けた人が、うん、お客さんは何個ですかって言うから、あの500円分でって言ったら、はい、ちょっと待ってくださいねって言って、こうやり出すんです、やり出したんですけど、奥からちょっと店長クラスの兄貴みたいなのがバーって来て、お前謝ったんかこの人にっていう話になった。ほうほうほう。で何ですかって言うから、あのいや違うわな、お前見てたらお前同時に来てあったのにやな、ちょ二人に聞かんかいみたいな、お前なんでもあっちやねんって、ごめんなさいねって僕に謝ってくれたんで、謝ってくれたら、いやもうそれ全然いいんで、でお前もうええわ、もう引っ込んどけ、お前役遅いからって、すいませんね、とりあえずそいつバーって帰ったんです。ほんで奥に入っていって、ほんでね、もうほんまちょっと兄貴みたいなな感じのやつでバーってやりながら、ほんまね、最近の赤いやつはボケ取るんすわみたいな、で僕はあそうですかと、あそうです、ね、あそう言われると僕もまあそうかな思ったりする時もあります。まあ、ほんでね、こんなもん何やかんやでね、もうあいつも使い物にならへんしね、若いやつのごめんね、ちょっとどうしますみたいなあってもおかしないっすか、ボケ取るわ言いながら、むっちゃスピードで焼いてくれたんです、ほんで最後クリ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 ってたこ焼きをバーって丸め出して、ちょっと引っ越しするじゃないですか、こっちちょっと上げて、こっちをこうやって、ほんでこれバーってやりだした時に、なんかね、これプロの技かな思ったんですけど、めっちゃこう時間こうかけてやりはるんです、で、あこれやっぱりこの間っていうのが美味しいたこ焼きの秘訣なんかなと思って、僕もこうやって見てたんですけど、もう最後にはもうこのひっくり返すやつも置いてもって、もうこうやって見てはるんですよ、こうやって、で、あこの間が大事なんかな思ったんですけど、その日一番びっくりしたんですけど、その人が僕にパッて僕の方を向いて、すいません僕たこ入れましたっけって言うんですよ。ほんで失速を開けたら入ってるわ。入ってたんやん。あの僕あの映画版ドラえもんのゲスト声優でこの間呼んでいただいて、劇場版アニメの、あれ毎回ゲスト声優で、あの芸能人の方とか呼んでるんですけど、今回マヤミキさん、温水洋一さん、でさかなクン、で僕っていうのはゲストで呼んでいただいて、今回のは簡単に言うと海の物語で、人魚族と魚人族、まあ、半魚人ですね、これの戦いみたいな、まあ、人魚族がいいものでドラえもんたちが応援するみたいな、で魚人族半魚人がこの悪者で海をむちゃくちゃにしてしまうみたいな、僕だけあのゲストの中でこう魚人族の悪役トラリス司令官っていう、すっごい悪い役で呼んでいただいたんですけども、これあのアニメのアフレコ現場って結構あの経験した方何人もおられると思うんですけど、結構すごくて、マイクを4本ぐらい立てて、そこで台本持って入れ替わり立ち替わり声優さんがこう交代でこう喋っていくという、すごい結構緊張感ある現場なんですけども、あのさかなクンが結構すごくて、さかなクンはあの温水さん演じるメジーナ博士の助手、博士の助手という役だったんですけど、でさかなクンの一発目のセリフがですね、博士大変ですっていうとこう緊急事態を告げに来るって、でマイク行って博士大変ですっていう役なんですけども、その順番だったらさかなクンがですね、博士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 大変ですみたいなのを言い出して、呆然と違うぞ、これ監督がちょっとすいませんストップですみたいな、さかなクン、ここはですね、あの博士大変ですで一言お願いします、一言です、大変、申し訳ございませんみたいな、余裕あるね、入れました、もう一度いきましょう、そのシーンちょっと手前からいきましょう、パッて読んでて、ほんでまたさかなクンの出番だったら、博士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 大変でございます、さかなクンちょっとストップしましょう、さかなクンあのアニメは一応映画先決まってるので、そこに尺を合わせていかなきゃならないで、ちょっとあのそういうシーンじゃないんで、ここは一言、博士大変ですお願いします、申し訳ございません、ちょっと待っていきましょう、博士博士博士って監督がもうええわって言ったんですよ、こんなすごい
さかなクンやったんですけども、いやこれやっぱさかなクン面白いなと思って、ずっと合間一緒におろうと思って、ちょっといろんなとこ見れるかもしれない。知りたいな、さかなクンのこと。生態を知ろうと思いました。横にいて、さかなクンってあと魚に詳しいだけじゃなくて、魚料理もすごい好きなんです。で全国の魚料理詳しくて、僕もたまたま大阪で深海魚を食べさせてくれる店行ったことあって、その話をちょっとさかなクンにしたんです。深海魚ね、いっぱい食べさせてくれる店あんのよ、さかなクン大阪に言うと。すごいですねって言ったんですよ。あれさかなクン、そこすっごいですねって言わへんのさかなクンって言ってちょっと意地悪でしたら、ギャーって言って部屋飛び出してあんまり言うたらなかった追い込んだら今後もちょっと注目していこうかな目離せないね。お願いします。ちょっと人助けをやっぱ先陣切ってやった方がいいなって話なんですけど、東南口、新宿の東南口なんですけども、はい、階段がこうありまして、うん、でまあ、こうちょっと平らなとこがあってもう一回階段があるんですよ、うん、のがあるんですよ、うん、ほんで僕はその下で広場になってるんで、まあ、後輩と飯食おうと思って待ってたんですけど、うん、したら上から一人もうどう見ても酔っ払いのおじさんがこうひょっこひょっこ歩いてきたんですよ、うん、わちょっと下から見てても危ないなと思ったら、うん、おじさんがもうちょっと降り出したら足を引っ掛けてダダダダッと階段をもう落ちていった、うん、でもおじさん一生懸命そこ立て直したいんでこう手すりがあるじゃないですか真ん中に、うんうん、その手すりにこう一生懸命なってるんですよ、うんうん、ほんでもう逆さになってるんですこのぐらいのもう頭下ですこうおじさんです、うんうん、ほんでそれを見てた周りの人は、うん、わーっと思ってほんで僕も下から助けようかなと思ったけど周りの人がいち早くそのおじさんをこう助けて、うんうん、ほんで真ん中まで、運んでったんですよ、うんほんでおじさん、ああすみません、なんて言って、皆さん気をつけてくださいね、って、そのおじさん。ほんでみんなバーって散らばって。ほんでおじさんちょっとこう、ってちょっとこう、落ち着いてるんですよ。でもまたこれ降り出したら危ないなって僕はどっかで思ってたんですよ。そしたら案の定ですよ。ちょっと降り出したら、また足をコーンってなって、ダダダダって半分ぐらいまで行ったんですよ。ほんで、でもおじさんやっぱりさっき案の定こうですよ。このままです、状態が。もう頭下で。うわーってなって。で僕助けようかなと思ったらその階段の下からちょうどこう曲がってきた人がおじさん発見したんです、うん、ほんでおじさん発見したと思っておじさんをこう救って、うん、ほんでそこに歩いてるお兄ちゃんにちょっとお兄ちゃんちょっと手伝ってって言って、うん、ほんでおいやすごい人助けするんだなと、うんうん、僕今まであんまりいろんな人倒れ てもなんかちょっと助けられないなと、うん、なんか寝てんのかな酔っ払いかなと絡まれるのやだなとかいろいろでもちゃんと助ける人いるんだなって思ってたらそのおじさん一番上まで運ばれちゃったんですよ一からやり直しおじさん下下下下もう頂上 2,3 段目ぐらいでおじさんが急に暴れ出したここじゃねえですね、まあ、ちょっとこれ名前出すとちょっと浅草にいらなくなっちゃうんですけども、うん、なるほど某浅草の師匠がいるんですね、うんうんやっぱり70前後のかなりご高齢の方で、で、まあその年で漫才やるのもすごいことなんですけど、もっとすごいのが30年間同じネタなんです。毎日一字一句変わらないことをずっとこうやってらっしゃる、まあ一つのネタにすごいこうストイックというか、よく言えばそういう感じなんですけど、で、それでこう僕らこう若手がこう見てると、やっぱりもう毎日やってるんで覚えちゃうんですよね、全部。こっちもね。はい。で、ある時こう見てたら、片っぽの師匠がセリフを1個飛ばしちゃったんですよ。したら普通相方さんがそれにこうフォローするような形で辻褄合わせに行くじゃないですか。したら台本通り突っ込みまして、これボケと突っ込みが1個ずつずれていったんです。だから今日は晴れてるね、それは自民党だろうみたいなそういう漫才になっちゃって、わけわかんないことになって、で、全然お客さんも受けなくなって、で、舞台が終わって戻ってきた時に、その師匠が僕に、ねずちゃん気をつけろ、今日の客は厳しいぞって。銀シャリという漫才コンビで普段漫才させていただいてるんですけども、はいはいはい、うちの相方がちょっとまあ変わってるとか抜けてまして、それちょっとイライラすることが多いんですけども、この前もなんか息って加えタバコでシャワー浴びてジュッて消えてしまったりとか、はい、ちょっと息って、あとなんかその差し入れでカステラをいただいたんですけども、食べる直前にポロッと落としてしまいまして、もったいなんでちょっとアロテクルって水道水でカステラ全部なくなったりとか、そういうの多々あるんでちょっとイライラするんですけど、ただ唯一それはちょっとかわいそうやなっていう話がありまして、うちの相方名前がうなぎという名字なんですよ。魚辺の皆さんかば焼きでおなじみの漢字一文字でうなぎという名前で、日本で6人しかいないらしいんですけども、
なぎくん26歳なんですけども、うん、26年間一度も女性とお付き合いしたことがなかったんですけども、うん、23歳の時にですね、一度だけ付き合いそうな女性が現れまして、うん、何回もデート重ねまして、あ、この人は付き合えるんじゃないかなっていう人が現れたんですけども、うん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 、そろそろ告白しようかなと思ってる矢先にですね、その女性の方から呼び出されまして、うん、ちょっと将来を考えると無理っつって断られてしまったんですよ。うんうんうん、まあ若手芸人なんでやっぱり収入も安定してないですし、やっぱ後々のね、こと考えるとやっぱしょうがないんかなと思ってたら、よくよく聞いたらそういうことではなくてですね、その女性の名前が重ねるに子供って書いてしげ子っていう名前だったんですよ。だから結婚するとうなぎしげ子になって、完全にうな重って呼ばれるから嫌だっていうことになるそれで断られてしまった誰を恨んでいいのか、いや切ない話ですよね。まあ、先ほど相方さんの話されてたんで、僕にも川島という相方がいまして、川島君ね、はい、まあ彼はですね、よくネタを飛ばすんですけど、うん、コンビネタを、うん、で飛ばした時に、うん、なんかそれをごまかすために、うん、よくわからないんですけど、ポンって言うんですよこれはなんか本人的にはそのギャグらしくて、そのネタを飛ばした時にそのブポンブポンっていうので、お客さんの気をそらして、その間に自分でネタを出てこない、でなんか喋りながら、あ、ブポンブポンって言ってて、まあそういうもともとギャグらしいんですけど、でそれでまあひどい時は結局ネタが戻ってこず、ブポンブポンブポン、どうもあざしたって言ってあるんですけど、はい。で初めてテレビ局にオーディションで行きまして、はい、でエレベーターで1階で待ってたら、で川島前にいて僕が待ってたら、チーンって開いて、目の前にミノモントさんがいらっしゃったんですよ。で挨拶しなきゃと思って、ああと思って、川島もテンション上がって、なんかああブポーンって言ったんですよ。ミノモントさんの目の前に初めてブポーンって言って、でバカッつって、おさすびっくりした。おはようございますが、もう出てきてください。相方の話なんですけども、僕がボケで相方がツッコミで普段漫才やってるんですけど、相方が結構普段は天然で困るところが多くてですね、まあコンビ組み立ての頃は上京したばっかりだったんで、周りに全然友達もいなかったんで、よく一緒に飯とかも食べてたりとかしたんです。である日相方の家で鍋をしようっていうことになって、鍋を始めたんですけど、相方がものすごい鍋奉行っていうか、もう鍋を完全に仕切りたがるんですよね。で野菜とかもう全部俺がやるからみたいなんで、僕がアク取ろうとしたら、もう俺がやるからっつって何にもやらせてくれないんです。で相方がアクを取り始めたんですよね。でバーって取ってたら、相方のメガネがくるくるポチャンって鍋の中落ちて、グツ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 ってなり始めたんですよ。でグツ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 メガネが煮え始めたんで、やばいって思って、取らなきゃと思って、相方すごいパニックって、菜箸を右手でバーって掴んだんですけど、左手にはごまだれも握ってたんです。こっちいるかな？いくかな？条件反射になってた。僕今、大輔さんと、月1回、全国を回るアンギャーというライブをしていただいてるんですよ、はい、各都道府県を47都道府県1ヶ月に1回回ろうみたいな、で2人でライブやらせてもらってるんですけども、長崎にこうライブに行ったんです、だ長崎っていうのは最近すごくて坂本龍馬ブームで観光客の方も多くて、ゆかりの建物とか施設も多いんですよ。でライブ終わった後、大輔さんが、今日はもうせっかくやから、ちょっと奮発して晩飯ちょっと豪勢に行こうって、かつて坂本龍馬たちが海援隊って言ったんですかね、それの前の組織でいつも遊女と遊びに行っていた館があるんですけど、それ今料亭として存在してるんです。今そこはほんで行って、これは坂本龍馬も好きだった料理ですみたいな、食べるしっぽく料理っていうね、長崎独特の料理があって、美味しいです美味しいですって言っていただいてたんですよ。ほなそこの女将がですね、気遣っていただいて、もしよかったら海援隊がいつも宴会していた部屋っていうのが今残ってるんですけど、そちら見ますか、連れて行っていただいたんですよ。ちょっと通してもらって、ほなそこにはこう柱があって、刀傷がついてるんですよ。これなんかすごいあれですかみたいな、いやこれは別にその戦闘状態に陥ったとかではなく、まだまだ若かった獅子たちが、俺の方が強いとか、お酔っ払ったついでに俺の剣術を見ろとか、もうふざけ合うようにチャンバラごっこみたいなのをしてて、
その時におそらく坂本龍馬がつけた刀傷じゃないかという、うん、そういう傷が由緒正しく、すごいでしょうみたいな、あすごいですねって言ってたら大輔さんがですね、突然目をつぶってね、うん、その傷を触り出したんですよこれ、うん、でなんかちっちゃい声でね、うん、分かりましたって言ったんですなんやちっちゃい声で分かりましたって言って、でいつもは僕のことコバーとか言うんですけども急に目をつぶりながら、うん、小林さんうわって言い出して、はい、小林さんよければわしと恩師でお笑い界変えんかきっついきついなで、まあ僕もそれはきついなやっぱ対応するもなんなんで、分かりました変えましょう二人で、って言うて、分かりましたじゃあ小林さん、うん、長崎の街へ出てみましょう、うん、長いね結構な時間でも電気もいろいろ消えてるんですよでいろいろ見渡した結果大輔さんが小林さんお笑いの夜明けは近いぜよあそこへ行こうって言って飛び込んでいったが24時間営業のアダルトビデオを売ってるんですよいやなんかねそういう気持ちになってきたんですよ日本酒とか飲んでて、龍馬さんとかが喋ってきはったんですよ大丈夫大丈夫、まあ、実際使ってたような器とかねそうにしていただいたりしてなんかそういう気分になってすいません なんて喋ってこられたの。いやあのいろいろ頑張りなよみたいなそこ全然土佐弁じゃないじゃないですかやっぱり、はい子供の時はこう皆さんもご承知の通り、まあ、あんまり裕福ではなかったんです、はいはい、あの兵庫県の尼崎という、はいはい、まあまあ町全体がちょっとまあそんな裕福ではなかったんですが、うんまあ、そこで頑張ってまあ今こうアマリカンドリームを手に入れたみたいな尼崎の、まあ、そんな子供の時ですから、はい、あの本当に長屋の平屋やったんですよ、はい、でもドアも開けっぱなしですからもう野良猫入ってきたりねもうそんな家やったんですけど、はいはい、まあやっぱこう害虫も多くてでこうゴキブリが結構多くて、はい、でまあ家族まあ5人やったんですけどもうあれまあ夏場えらい見るぞっていう話で、はい、でどの辺みんな追いかけるんですけど見失ったりとかまあいろいろあるんやけど、はいまあ、5人のまあ家族会議がありましてどの辺におんねやっていう巣が絶対どっかにあるぞ、はい、でみんなのこう目撃情報とかいろいろこう出していくと、はい、どうやら壁にあの当時あの水枕をね、はい釘を打ってなんであんなもんかけてたんかわからんけどその水枕をかけてたんですよ。今あんまりないですよねあのゴムのあれねあれをかけててでその家族がどうもあの裏が怪しいんちゃうか、ねはいはい、とうとう行くかと、はい、X デーは明日やぞことになりまして、はい、でその家族全員が集まりまして、はい、であのおかんがその水枕を取る役になって、はい、であお姉がなんか確かねスリッパかなんかこう持って、はい、で兄貴はなんか新聞紙かなんかこう丸めて、はい、で僕は確か少年サンデー的なもの、はいはい、こうなんか圧死させたろと思って、はい、構えたんですよで親父がもうそれはもうリーサルウェポンでそのアースを持つ、はい、いるぞということですよ、はい、でおかんがあの321のカウントダウンで、はい、パッて取ったら、はい、その水枕と同じ形で大量のゴキブリうわ壁にうわーこれ出てくるもうねそれ見て繊維喪失してるで親父が何よりもパニックになって、はい、アースを家族全員にすごいっすねそれ後日談なんですけど親父がいやひとしとこれこんだけゴキブリが多いっていうのはなもうこれは我々がゴキブリの巣に来たようなもんなんや
ボギボリが先住民族で我々は侵略者なんだよ。ここの家がゴキブリホイホイみたいなもんなんやから、俺らが迷い込んだ俺らが悪いんかもしれんなっていう親父の顔をね、腹立って見れなかった。あのいたずらがすごい好きなんですけど、いたずらが、はい、あのそのいたずらのターゲットは9割方やっぱ相方の藤田になってしまうんですよ、まあ、まあ近い存在っていうのもあるんですけども、ね、すごいリアクションがやっぱり面白いというか、うん、まあ、愛くるしいところがあるんで、うん、まあ、ついついあいつに仕掛けてしまうんですけども、一回彼が自転車を結構使ってた時代があったんですけど、で止めてある場所知ってたんで、先に先回りして、サドルを抜いて、そこにブロッコリーを刺してたんですよ、そしたら気づいた頃でしょうね、あの僕に電話がかかってきまして、出ますよね、そしたら開口一番、俺のサドッコリーはって言ったんです。なんて愛くるしいんだって思うんだよ。愛くるしいんだからこいつのいたずらやめられないなみたいなところがありまして、数年前もですね、結構プライベートでも遊んじゃうんですけども、夜中2時3時ぐらいにちょっと寂しくなったんで、バイクで飛ばして富士山の家に遊びに行ったんですよ、アポなしで。で、彼はあの2階アパートの2階に住んでたんですけども、アポなしなんで、まあその、ね、出窓から明かりがこう消えてたら、まあ、寝ちゃってるし、そのまま帰ろうと、でもその時はカーテンが閉まってたんですけど、その明かりがついてたんで、あ、起きてると、でそのカーテンが閉まってるんですけども、こう裾にかけてこうやってちょっとこう開いてたんですよ、あそこに顔出しちゃおうかなって思ったんですよ、2階なんですけど、ちょうどなんかドラム缶もありましたし、それをちょっとうまいこと動かして、ドラム缶乗ったらちょうどこの2階なんですよ、こういうところにここに顔がこうやってできたんですよ、で、中見ましたら可愛くちょっとこうベッドで横たわりまして、テレビでも見てたんですよ、で目が合うまで絶対やってよと。結構冬場で寒かったんですけど、ここはやっぱりいたずら仕掛けてるからには、やっぱゴールがないとダメだと思って、ずっと待ってたんですよ。で20分ぐらいずっと待ってたんですけど、ようやくちょっとこうテレビが CM に行ったんでしょうか、ザッピングしだしまして、キョロキョロしだしたんですよ、それでパッて目が合った瞬間にバザッて布団にこうやってかぶったんですよ、それそうです、もう完全にビビってるわけですよ、2階夜中2時3時顔がありますから、2階に、完全にビビってると思って、そのまま僕は帰ったんですよ、何もしない、何も言わずに。で次の日、そう一緒に仕事ありましたんで会ったら、開口一番、大村聞いてくれ、出たよと。道理で立地条件の割には家賃が安いはずだ、幽霊物件なんだよ、熱く語ってくるんですよ、もう話題そうになったやつをこらえて、じゃあお前なんだ今日は怖いのかと、怖いと、じゃあ俺が遊びに行ってやるよっつって遊びに行ってあげたら、その中に入りましたら、その出窓のところに茶碗一杯の塩が持ってあったんですよ。なるやんか、そう、なんかね、ちょっとこわもてな感じやね、そうですね、やめられないんですよね、いたずらついでなんですけども、いたずらついで、9割藤田って言いましたけども、たまに後輩とかも仕掛けるんですけど、後輩にあっぱれ小泉っていうやつがいまして、あっぱれ小泉か、あれですね、多分これこの辺にワイプで洗剤が出ないぐらい、洗剤写真もないぐらいのやつなんですけども、それが一回僕の家に遊びに来まして、はい、で2時間ぐらいこの、まあ、遊んで帰ったんですよ、そしたら携帯を忘れてたんですよ、結構あっぱれにもいたずら仕掛けたのに、まだこんなもの忘れるかと、これを完全にいたずらしてくださいってことじゃないかってことで、まあちょっといじってたんですよ、じゃあメモリーってあるじゃないですか、登録200件ぐらいあったんですけど、これちょっといじってやろうかなと思いまして、200件全部歴史上の人物に変えてあげたんですよ、なかなか本気のいる話やけど、もう2、3時間かかったんですけど、その200人知ってることがお前、いやそれも思い出しながらすごい楽しんで、どんどんもう思いつくんですよ、で一応まあカテゴリーとか男女とかありまして、そういうのも全部忠実に、男は男で、まあ、豊臣秀吉とか、女だったら北条政子とか、店とかだったら正倉院とか、普通綺麗に分けてあげたんですよ。で、2時間ぐらいしたら、すいません、携帯忘れました。気をつけろよ、つって渡したんですよ。で、返して。で、そろそろ、リアクション来るかなと思ったら、待てと暮らすと全然僕の電話鳴りませんし、こうしたの気づかないのかなと思ったんですけど、あ、そりゃそうか、僕自身の、その名前も、中野上の王子に変えてたんで
分かるはずがないと、じゃあ次の日に会いまして、ちょっと勘弁してくださいよと、もう昨日からもう大塩平八郎からすごい電話がかかってる出れませんしとメールとか来たのかって言ったら、あの一件2時3時に、あの千利休から来た内容が飲みに行かないかってことで、お茶お茶夜に酒お茶どっちみたいな。僕あの師匠がいるんですけども、はい、もう亡くなっちゃったんですけど、ダブルエースっていうのが、はい、あの師匠だったんですね、はい、であのボケ担当の岡エース師匠がまだ元気な頃に、はい、2人で地下鉄に乗ってたんです、はい、でその時にあの師匠があのちょっと大きい方に催してきちゃったみたいで、あ、まあね、うん、それで、あやばいな、まずいことになったな、すげえノックしてやがるって言うんですよ。何やろな、ちょっとかっこいい感じで、すごいハードボイルドタッチやね。で、ちょっと本当にまずいみたいなことになったんで、じゃあ師匠あの次の駅で降りて、うん、トイレに行きましょうよって話をして、うん、で駅に着いたら、あのトイレあの出口が2箇所あったんですね。うん、でどっちにトイレがあるかっていうのはちょっと分かんなかったんですよ。で師匠はもう限界に近いってこと言い出して、何の根拠もなしにあっちだって言い出したんですよ。で師匠がこうひょこひょこひょこ向かってたんですよ、トイレがあるかもしれない方向に、こうやって行ったら、そっちじゃなかったんですよ、トイレ違かったよ、ね、で師匠大変です、トイレ逆だそうですって言ったら、本当に僕初めて絶望してる人間の顔を見たんですけど、もうとんでもない何とも言えない表情で壁に手を当てて、根津無念だっつって全部出しちゃった。これあの姪っ子の話なんですけど、はい、あのお姉ちゃんに、うん、あの娘ができたんですよ、でそれが3歳ぐらいなんですけど、で3歳になってなんかディズニーランド行きたい言うて、東京の僕の家にあのお父さんとお母さんと、うん、お姉ちゃん夫婦と、うん、その姪っ子と来たんですよ、ほんで、あの初めてやったんですね、でちょっと僕のところのリビング、まあちょっと広いんですよ、でフローリングで、ほんならその姪っ子がものすごいこう嬉しなって、うわー言うて走り回ったりして、危ないで危ないで言うて、ね、走り回ったりして、フローリングやからバーン滑って頭ゴーン打って、うえー泣いたんですよ、で、あー大丈夫かって、痛いの痛いの飛んでいけ言うて、ほんならはぁ、あ、飛んでいったみたいなんで泣き止んだりとか、あ、ほんとこれええなぁ言うてて、でもずっと3日ぐらいいたんですけど、なんかよくこけるんですよ、ほんで痛いな痛いな飛んでいけで、初めは泣き止んでたんですけど、全然もうそれ聞かんようになったんですよ、飛んでいけって飛んでへん、痛い痛い言うて、ほんならあのうちのお父さんおじいちゃんが、それおじいちゃんのあの口んとこ掘ってき言うて、おじいちゃん食べてあげるわ言うて、でまたバーンなって、ええなって出てきて、痛いな痛いの、おじいちゃんの口飛んでいけ言うて、ほなおじいちゃんが、あっ、言うて、ええ、痛い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 言うて、ほな、めいっ子は、うわー言うて笑って、あ、それええな、聞くな、言うてたんですよ。ほんで、1ヶ月前ぐらいですかね、で僕、あの休みができたんで、あの京都に帰ったんですよ。で、お父さんいるはずやったんですけど、帰ったらいい日に買ったんで、お母さんに、あれ、お父さんどこ行ったんって言ったら、いや、ちょっとなんか、体調悪なって、ちょっと病院行ってはんねんってなって、で、検査して、今日結果出んねんみたいな、あ、そうなんや、言うて。で、メイクもいて、メイクが、わ、大ちゃん言うて喜んでて、テンション上がってたんですよ。で、僕遊んでたら、親父が帰ってきて、暗い顔で帰ってきて、お父さんどうしたんって言ったら、いや、ちょっと検査引っかかってもうてな、ちょっと、入院せなあかんかもしれんねん、検査入院やけど、みたいな。え、マジでって言うてて、で、まあ大丈夫やろって言ってた、おじいちゃんお帰りってまだ走ってきよった時に、バーンこけよったんですよ。ほんなら、あ、大丈夫かー言うて、で、僕が、痛いの痛いの、おじいちゃんの口に飛んでいけ言うたら、お父さんが、いや、今事情があって食べられへんで優しかったおじいちゃんに言われたから余計うえーいやお父さん今食べたったらええやん全然関係ないやん急に親父もなんか今までちょこちょこ食べてたも関係あるんかもな何を言うの
ったっていう話なんです。小さいおじですよ。そう関係ないんかもしれんな。いや関係ない。食べだったらええんですよ。あのこれ天素の時の話なんですけど、天然素材、はい、はい、天然素材の時の話なんですけど、あのまあ何年かやってて、あのよう頑張ったとで、あのその吉本の上の方に、うん、でちょっとこうあのみんなでじゃあサイパン行こう言って、はいはい、でサイパンみんなで連れてってもうたんですよ。で僕らも20とか21ぐらいやったんで、もう着いた瞬間にもテンション上がってみんな飲みまくったりいろいろしてたんですよ。で夜にあのみんなでわーって飲んでる時に、あれ木村君はバッファローゴロの木村さん、あれいい日んなって言うてて、でまあええやん言うて、ほんでみんなでその初日の夜はみんな楽しい飲んでたんですよ。で次の日の朝に僕パッて目覚めて、じゃあバイキング行こう言って、でバイキング行ったんですよ。ほんならあのバッファローゴロの木村君がいたんですよ。でいや木村君何してたの昨日みんな楽しい飲んでたのにって言ったら、いやあの13時間ぐらい寝ててんって言うて、いやもったいな言うて、サイパン来て初日に13時間寝るってアホちゃうか、いや分からん寝てもんねみたいな、落ちてもんねみたいな、あー そうなんや言うて、落ちてもんねや落ちてでね、であでこうなんか喋ってたんですよ。で僕まだバイキング撮ってなかったんですけど、木村君さっき撮ってたんですよ。で食べながらずっと僕が昨日ねこんなことあってこんなことあってねえって喋ってる時に、ずっとねなんか食べながら、アメリカのヨーグルト酸っぱいわー、はい、アメリカのヨーグルト酸っぱいわー言うんですよ。で何なんアメリカのヨーグルト酸っぱいって、いや違うそんなんどうでもええから言っていろいろ喋ってたんですよ。ほんで僕じゃあちょっとすみません言って、あのちょっと取ってきますわ言ってバイキング取りに行って、ほんでこう一通り取った時に、あヨーグルトある言ってたなと思って、僕もヨーグルト食べたいなと思ってヨーグルト探しに行ってもどっこもなかったんですよ。あれヨーグルトないなと思って、ほんでサラダバーのとこ行ったら白いのがあったんですよ。まさか、そのまさかのドレッシングをヨーグルトやったんですよ。君らくんって言って、アメリカのヨーグルトが酸っぱい違うでって言って、ドレッシングが酸っぱいねんでって言って、えマジでみたいな。そんな意味を疑うっていうか、声聞こえてくるとえってなることが何個もありまして、あの例えばあのブルーレイを最近奮発して十何万の買ったんですけど、それをレジに持って行った時に店員さんが、あのポイントカードありますか言うから出したら、ピッてやって、あの十何万の買うてるんですけど、8円分ポイントありますがお使いになられますかって言われた時に、えっってなったんですよ。まあでも一応もうマニュアルとしてね、まあじゃあお願いしますと、もう一瞬耳疑ったんですけども、そんなことたくさんちょっとありまして、この前も東京であのちょっとまあ居酒屋でご飯食べてたんですけども、あのちょっとあのすだれみたいな、あの個室でもすだれみたいなのちょっと分けてるみたいなところで、さらに今6人ぐらいがまあいたあったんですけども、僕は後輩とまあ飯食ってて、ほんだそのうちの一人が、何なんだよって店員さんに言うたるんです。何なんだよお前普通分かるだろって言うたんです。鳥から人数分じゃない、鳥皿人数分って言うたんですね。で生中と綺麗に唐揚げが一人行ってるってことがあって、そんなことがありえんのかと。でそれもまあまあ耳を疑ったんですけど、と。で、一番耳を疑ったことがこの前ありまして、家に、あのまあうち9階建てなんですけども、あの9階の一番端っこが自分の部屋なんですけど、あのマンションの下からずっとセールスマンの人が来はりますっていう連絡が、まあ、事前にあったんですけど、でまあまあ僕平日やったんですけど、昼間やったんですけど、まあ家におったんですよ。で、あのまあ昼過ぎぐらいですかね、ピンポーンって家の玄関のピンポンが鳴ったんで、あの来てあるよって言ったんですけど、嫁が洗濯してたんで、俺出るわって言って、まあまあ私服で家ですから、あのまあグレーのスウェット上下と、でまあまあ正直もう帽子も脱いでこんな状態で出て行ったんですよ。この状態で出て行った僕に28歳ぐらいのセールスマンの人が、奥様でいらっしゃいますかって。トーンでゆっくりしたトーンで違いますって言うたんですけど、もう耳疑うとか
多分下からずっと平日の昼間やったから奥様がずっと出てきてて奥様でいらっしゃいますか奥様流れ作業になってつかみ奥様でございますかっていう感じやったんですけど急に出てきたけど止まらんかったみたいな感じで奥様でいらっしゃいますかって一番にびっくりしました嫁鼻爆発ぐらい割れてましたよ私は弟がおりまして、うん、でこうやっぱ弟って心配な存在なんですよね。小さい、はい、心配なんです。で小さい時からやっぱ容量が悪くて、同じように暮らしてるのに悪ガキに弟だけ引っかかれたりとか、そういうのあると なんでってなっちゃう。でそれであと虫が好きで私と弟2人ともでカブトムシが飼いたいなって言って弟が大きい幼虫見つけて公園でこれカブトムシだっつって弟を一人で育てたら、まあ、でかいカナブンだったりするんですよねだからもうすごい投げちゃってまたダメだったなと思ってでそれでそんな弟がまあいい子なん真面目でいい子なんですけど、うん、専門学校行くって言って、うん、すごくバブルな専門学校で、うん、オープニングセレモニーみたいな、うん、オリエンテリングみたいなのを、豪華客船でやったりするよ、そこに行った何泊かして帰ってきたら、うん、あそこの学校行かないって言って、うん、なんか聞けないし豪華客船でなんかあったのかなと思ったら聞けなくてでそれ心配してたんですけどもちょうど親が別居して、日吉に引っ越したんですね神奈川県のでそこの私たちが引っ越した時に東急が新しくできまして駅ビルででもう弟何するんだろうなと思ってあんまりこうなんか言うとかわいそうなんで言わなかったらそこの東急に入ってるサンジェルマンっていうパン屋さんのオープニングスタッフでアルバイト始めたんですよ。あれやっとちゃんと、したなと思って、うん、でそのサンジェルマンが気に入ったらしくって、うん、もう10年ぐらい続いたんですよ、うん、そしたらもうどんどん社員さんは入れ替わる、うん、店長も入れ替わるでもバイトなんで弟は移転もないし、うん、ずっといるんですよ、うん、そしたらとうとう弟に社員にならないかって話が来たんですよ。でだけど弟はそれを断ったよっていう報告を母にしたんですよ、うん、で何なのってお母さんも、うん、なんでせっかくの社員の話やんないのって言ったら、うん、俺のやりたいのはパンを焼くことじゃないって言ったんです、うん、じゃああなた何やりたいのよって言ったら、うん、弟が、うん、プロ野球選手になりたいそうなんですよね。弟その時30だった。中学の時軟式やってたって言ってました。軟式ですね。やってて軟式ですね。軟式やりました。いい子やけどね。いい子。新ケーキの後輩で村上くんっていう子がいるんです。村上くん。はい。その村上くんは寛平さんのお弟子さんで、はい、本当に真面目な子で、でも、うん、ちょっと気の弱い、線の細い子なんですけど、うん、新喜劇っていうのはなかなかこう若手がボケるチャンスっていうのがなくて、うん、本当に普通のセリフを、まあ、言うという、まあ、下積みなんですけども、それで思いついたギャグを、ボケを言うというのは、すごいこうなんですかね、清水の舞台から飛び降りるぐらい、滑ったらちょっと怒られるというか、うん、あのとこいらんのちゃうかなんて言われて、うん、受けたらまあまあよかったみたいな、すごい空気なんですけども、うん、村上くんとはなかなかこう、ボケる、気軽にボケれる、まあ言うたら立場じゃないんですけど、ある時、石田さんの、新喜劇がありまして、はい、うん、僕も出させてもらってたんですけども、うん、カッパ村伝説みたいな感じの体で、うん、まあここには昔カッパが出たことがある、はい、でも、そういう伝説があったけど再建も下火になってお客さん集まらない、うん、じゃどうしようかみたいなことの新喜劇なんですけども、うん、1軒ありまして暗転になった次2軒明けカッパ村にお客さんがまた来だしたという、シーンがあるんですけども、うん、そこにカップルが泊まりに来て出ていくとかやったんです。いやー本当に楽しかったです、うん、また来ような、うん、このカッパ村に言うて吐けるんですよ、うん、でもそこは村上君あれちょっとここボケれるんちゃうか思ってすごいガクガク震えながらちょっとここ行かせてもらっていいですか、うん、あええよ何でも好きな言ってな村上君舞台稽古の時に、うん、また来ようなこの力っぱ村にって言ったんです。後ろにはこうカッパ村ってカタカナで書いてあるんですけどもカタカナの川を力と呼んだというでこの
チカラッパ村にファーハゲ出て、いやいやこれカッパ村みたいな、うん、やってたんですけど、まあまあいいんじゃないかみたいなことになって、うん、初日火曜日やったんですけども、1回目やったらドカーン受けたんですよ。お村上くん初のホームランといった感じで、もうみんなもよかったやんけ、チカラッパ村よかったと、うん、石田さんもお村上よかったぞと、うん、あるわえみたいな、めっちゃ石田さんもこの言ったら幼いというか、まあ、出だしの子をすごく褒めてたんですよ、うん、村上くんもありがとうございます。で火曜日の2回目、このまだこのな、このチカラッパ村にドカーン受けます、うん、ほんでも水曜日もチカラッパ村にドン、木曜日もチカラッパ村にドンやったんですよ、うん、だんだん村上くんも最初こうビビり流れてたのがだんだんこう胸張り出してきて、おこのチカラッパ村にみたいなまあでもまあ僕らも微笑ましい、ね、土曜日の2回目がテレビ収録中継あの収録するんですよね。でその1日前にカメリハっていうのがあって、1回こういうふうな段取りでやりますよっていうのをカメラさんに見せて1回撮っとくんですよ。でその撮ったものを楽屋でみんなで見て、で明日こんな感じね、いうことで土曜日になるんですけども、金曜日のとこ来たらこうみんな撮ったやつをこう見てたんですね。で石田さんが2K 始まった時、来るで来るでみたいな、みんな見てるんですけど、来るで来るでこれ村上のあれ来るでみたいな、まだこう盛り上げるわけですよ。ずっと見てたらこうまだこれなこのチカラッパ村に言うて、もう名もない若手にカメラがぐっとね、もう結構長く入ってるんですけど、まだ若手でこのチカラッパ村にドーガーンなってるんですよ。まあ、いわばカッパ村というふうに普通読むところ、逆にチカラッパ村にと読むというふうに、まあ、そういうボケでずっとできた。もうこのチカラッパ村にってめっちゃドヤ顔で言うてるんですよね。ほんともうさっそうと吐けていく。ドーガーンなってよかった村上。明日もこんな感じでな言ってたら、火曜日から2回ずつやってるから、このカッパ村が普通でチカラッパ村なんですけど、だんだん毎日チカラッパ村って言ってたら、逆にチカラッパ村が普通になったか分かんないですけど、テレビ収録の時に、まだこれな、この、カッパ村にもうカメリハもしてるからね。そうです。名もない若手が普通のセリフ言うたことにカメラ酔ったんですよ。まだこれな、この、カッパ村に。どこどこってなって。なんか普通のことやのにこの子えらい溜めて言うから、あとで村上君は石田さんに村上くんらい村上君は間違えたもう気づいてないからはぁみたいな顔してるはい、もうそういうふうなチャンスを棒に振ってしまったコーナーをしはい、おかしいなぁ。さっきから結構食べ物の話が出てまして、はい、僕結構あのカレーが好きなんです。カレー、はい、でカレーはもういろんなちょっと美味しいという評判のところに行っては必ずカレーを注文して、で僕のカレーの食べ方っていうのはまずカレーが出てきます。まず見た目でああええー、なーと思ってまずそのカレーの雰囲気を楽しんででその次にこのスパイスのなんかあいい匂いがふーっと香ってくる、ええなと思いながら味わうんです。でそれからカレーを食べ出すんですけども、つい先日もその、まあ、美味しいカレー屋さんに行ってて、はえーうーん美味しいふーっと食べてたらパッと見たら長いなんか茶色の髪の毛が一本だけあったんですよ。やっぱり食い物の中に髪の毛が入ってるっていうのは嫌やなと思いながら、でもちょこちょこ行ってる店なんで、お姉さんを、ちょっとお姉さん、ちょっとごめん、ごめん、髪の毛入ってる、ごめん、言うたら女の子も気づくと、あ、すぐ買えますから、言うて、女の子がスッと引いた途端に髪の毛がシュッとなくなった。ほんで、あれと思って、ふっと見たら、ここのとこにカレーのついた髪の毛が。ほんで、でお姉さんも迷いながらどうしましょうか。はい、いただきます。これ高校の時の話なんですけど、はいはいはい、まあ、あの僕愛知県の田舎で結構、まあ、ヤンキーが結構多かったんですけど、で高校の時に一校に、まあ、ヤンキーじゃないんですけど、ヤンキーに憧れてる先輩がいまして、
まあ、口癖がやっべ喧嘩してっていう、もうその先輩喧嘩したことないんですよ、ないくせにね、はい、で通販とかでメリケンサック買ったりとかあの部屋になぜかサンドバッグあったりとか、うん、そういう先輩なんですけど、である日その一時期まあその先輩とよく遊んでたんですけど、うん、である日先輩の家行きましたら、おいちょっとこれすげえの俺作っちゃったよっていうので、うん、あの見せてきたのがあの釘バットって、皆さんご存知ですか？簡単に説明しますと、そのバットに釘を打ってあるヤンキー漫画にしか出てこない、うん、超狂気なんですよ、ね、はい、実は見たことない。そうなんです、それを僕も初めて見まして、でいいだろうっつって先輩がこう「おい」って言って「あいや勘弁してくださいよ」みたいなことしてたら、なんか先輩が「そのちょっとこれで公園行こうぜ」みたいな、これ持ってちょっと公園行こうぜみたいな、うん、調子乗って、で結局公園行くことになったんですけど、その行く途中もずっと先輩がその釘バット持ちながら、あの喧嘩してみたいなこと言っててで公園にいざ着いたんですけど、公園 の入り口のところにバイク止まってまして、ヤンキーが2人いたんですよ、うん、しかも結構な S 級のそのヤンキーといいますか、うん、もうザワルの感じでいまして、うん、でまさかこっちもそのそんな感じであの釘バットを持ってなかったんで、うん、そのなんていうんですかそのまあふざけた感じで、はい、こっちは遊びのつもりで釘バット持ってもう案の定向こうに「おい!」って言われて、うん、で絡まれたんですよ、うん、でそれでね、まさか殴ったりとか人をしたらもうそんな、うん、絶対ダメですし、うん、その逆にこれを相手に奪われた時も僕たちどうなっちゃうんだろうすごい恐怖心があって、で案の定もそのヤンキーがもう先輩の頭ガッて掴んで、お前何調子乗ってんのお前っつって、なんで釘バット持ってんだ、で僕はもう勘弁してくださいっつって、もうあのもう本当そんな遊びでこれ作ったんですよみたいなこと言ってたら、先輩が話せよあらちょっと釘バット持ってるから調子乗ってるんですよ、そんで話せよっつって、でそのヤンキーがこう話した拍子に調子乗んなよっつってちょっとこう顔を、うん、あのはたいたんですよ、うんうん、その瞬間に先輩がうわーってもうやるしかないと思ったらしくて、うわーって言ってその釘バットを振り上げたんですけど、うん、それで殴るのにビビってそれめっちゃ遠くに投げてそのままタックルしてったんですよそのままタックルしてそれはね、違う、それで人を殴ってしまう両親は怖さがあって、それでそのヤンキーにパッと避けられ て普通に頭あのタンってやられて絡まれて、はい、で後日あの電話来まして、この間ごめんなみたいな、ちょっと変な感じになっちゃって、うん、ちょっとじゃないけど、ちょっと変な感じになっちゃって、それであの聞きたいんだけど、あの釘バットって燃えるゴミ燃えないゴミ真面目めっちゃいい、ヤンキー憧れ、そうしたらあかんねんね、そう、はい、ね、喧嘩したくなかったんだね、ビビり倒してましたね、やっぱり芸能人というか芸人やってる以上は、まあ、常に日頃からそのキャラクターやっぱ守った方がええんちゃうかなと思うんですよ。ほう、あの実はその名古屋から東京に行くまでにちょっとあまりにもしんどくて、普段絶対のぞみなんですけど時間が空いてたんでこだまで帰ったんです、うん、でこだまっていうのは各駅で 3,4 時間ぐらいかけて東京まで行ってくれるんで、正直結構寝れるんですよ、はい、でもうこれにしてグリーン車でこれで寝ようと、うん、もう決め込んで僕は布団かけて寝てたんですけど、ある駅でびっくりするぐらいこう騒がしい集団がいたんですね、うん、でこうずっと寝てたんですけど、ちょっとあまりにも騒がしいからちょっと片目だけこうチラッと開けてみたら、もう完全にその僕っていうことが分かって、うん、もう口も「タンメン!タンメン!」みたいなことでも小学生が「ってなってんすよ。もうそれのもうそのテンションの上がりようももうわけわかんないです。小学生同士がハイタッチして「タンメン!」みたいな、もうわけわからない状態にギャーってなってて、先生とかちょっとやってんのに一人の子供も結構近くで「タンメン!タンメン!」みたいな、うわ来たなと思って、で僕ちょっとあのまあこういうところにカーテンをこうバッと閉めるところがあるじゃないですか、でそこに僕水を置いてたんですけど、僕はここのペットボトルのキャップを開けてることは全然気づかずに、あまりにもやれるもんやから生まれて初めてそのカーテンをカーンって閉めてもったんですよ、まあ、やってもったらこんなことする俺じゃないのにと思ったんですけど、そのカーンでペットボトルバッシャーこぼれて、うわーってテンパってわーってやったら、いつの間にかリクライングをして、なんかリクライングもこんなんなってた全然せんでんのにそんなことしてたりとか、うわーと思ったんですけど、拭きながら、あ、あがん
河本丹念とかって言った時に俺いつもそういえばロケとかでもお目にかかるためやねえとかって子供に絶対やってたのにあまりにも眠たいし疲れでイラッとしてこれカーテン閉めたらこれはまずいと、うん、あんだけ小学生が騒いでくれてんのにここは全力の顔でカーテンからまたオープンで出てくるべきやと思って、うん、ある程度吹いて自分で顔整えてめっちゃ顔作ってカーテンギヤー開けたら一人もいなかったさんざんな目になりました結局全然グリーンの望みの方が良かったです前にすごくあの結婚をめちゃくちゃしたい時期がありましてであの結婚式場バスツアーっていうのがあったんですよ東京でなんであの仲のいい大和教授っていう芸人と2人で偽名使って参加したんですねその結婚式場バスツアーっていうのがすごくてあのバスで結婚式場とホテルと会館3カ所回ってくれてであの疑似結婚式も見せてくれて、うん、ちゃんと外国人のその神父さんがいらして賛美歌歌ったり、うん、あの結婚式やって本当にチューさせたりとか、うん、あとホテルでフルコースの、うん、披露宴でいただくようなお食事もいただいてお茶しながらいろいろ説明受けたり、うん、で一番最後が目玉であのウェディングドレスを実際に着せていただくっていうのがあったんですね。で、その3カ所目に行った時に大和教授がなんか仕事でちょっともう帰んなきゃいけないからって言って途中でいなくなっちゃったんです、うん、で、まあ周り皆さんもちろんカップルで来てるから私一人になっちゃったんでその係の人が、うん、あの田島様、あ、田島っていう偽名で入ってたんですけど、うん、あの母の旧姓でで、田島様、ね、お一人になってしまいましたが私いつもそばにおりますので、うん、お好きなウェディングドレスあったらおっしゃってくださいって言われたね。まあでも周り見ると割と若いカップルさんが多くて、まあ、35なんて私ぐらいだったんですね。だからまあ私も言ってもいい年ですし、まあもう純白のねウェディングドレスなんて全然似合わないんじゃないですかって言ったら田島様大丈夫ですと、うん、田島様のようにちょっとお年を召した方でも似合うようにあの純白じゃなくて生成りのウェディングドレス作ってますから大丈夫ですって言われて実際着てみたら確かにまあよく似合うんですよ。ほらね田島さんはね全部あのくすみが消えましたでしょみたいなあ確かに似合うなと思ってあこういうやり方があるんだなと思ってたんですよ。そしたらちょうどこの間あのクレヨンしんちゃんのあのゲスト声優みたいな私もやらせていただいて、やこちゃんとか、その独身女芸人で、あの皆さんで花嫁希望軍団みたいなのでやらせていただいた時に、その時すごい綺麗なウェディングドレスを着せていただいて、もうすごい豪華な、それが真っ白で本当に綺麗で、すごく自分で言うのも恥ずかしいですけどよく似合ったんですよね。だからそれをなんかウェディングドレス屋さんで試着をした時に実は私昔一度着たことがあって、その時まあ私のような年齢だと着なり純白はちょっと似合わないで着なりの方が似合いますよって言われたけど、やっぱいいものだったらこんな純白でも似合うんですねって言ったら、ウェディングドレス屋さんのお店の方が、あ、すいませんと、こう照明の感じで純白見えてますが、これも着なりです。コスタリカっていう中米ですね、うん、中アメリカっていう、いわゆるもうジャングルで恐竜ジュラシックパークのモデルになったみたいな、うん、その島に行ったんですけど、うん、ロケで、で目的がスカンクの匂いのあのスカンクが出すガスの数値を測ろうって言って、うん、地球上で一番臭いって言われてるらしいですよ、そうなの、でそれを測ろうって言われてて、でまず野生のスカンクを捕まえなきゃいけないんで、いろいろ僕らも探したんですけど捕まらないと、でその現地の村の男たちにも頼んで、もし捕まえたら教えてくれって言って、いろいろこういろんな方に声かけてたんですよ。な捕まったっていう連絡がスタッフに入って、はい、その村に行ったんです、ほんならもうその村の男が男性陣、まあ、上半身裸で、もうそれ島なんで、あのジャングル入って捕まえたよ俺らって通訳を返して、すごい嬉しそうに言ってくれるんですんで、俺こんだけで取りに行って誰捕まえたか分かる、絶対お前って言うぐらい臭いんですよ、もう一人だけもう目シワシワして誰捕まえたと思うって言うて、それぐらい
臭いやつで、え、そのスカンクはって僕らもう鼻塞ぎながらスカンクはって言ったら、あの村のどこどこっていう広場に置いてきたと、ジャングルの真ん中にあるこの広場に、あの村にはそれも持ってこられへんから、とんでもないから、そこに檻に入れて置いてきたから、で場所を教えてもらって、でいざあの行こうって車で行ったんですよ。でも遠くにこうジャングルの道抜けたら広場の中にポツンってカゴがあるんですよ。でこっからスタッフに完全防具着てくださいって、あの ET を捕まえに来た人がこう着てるような白い本当のやつで、でアメリカ製の防毒マスクです。毒に耐えれる軍で使うみたいな防毒マスクをつけて、で目に入ったらこれしばらく見えなくなるんで、できて、でもし体の一部にもかかったらもう飛行機で帰れないですと、2週間ぐらい匂い取れないんで、飛行機に乗れないですから、世界一臭いねんもんな、気をつけてくださいって言われたんです。半径1キロに全部が匂い行くぐらいなんですよ、1回プシューで。でこんな数値測るやつ持って行ってくださいって言って、カメラさんもみんなでこう近づいていったんですよ。でこう檻をつっついたお尻、お尻向けてくるんですよね。でしばらくやってたらちょっと中くらいのがプシャって出たんです。わ、ほんでもう、うわーあかんって言って、あの100メートルぐらいそっから逃げて数値を見たら LO って出てるんです。このマスク外すの、これ何って言ったらレベルオーバーって言うんで、言ったらフランス体とかいろんな段階ある中で匂いでもう測れないっていうやつやったんですよ。そんでこういろいろ、わ臭かったなって言ったら、ホーレンっていう声が聞こえたんですよ。神高いホーレンみたいな。ですぐ僕はコスタリカやからホーレンみたいに叫ぶ生き物ってホエザルっていうのがいるんですよ。これも1キロぐらいに聞こえるやつで、ホーレンホーレンって聞こえるから、バッて探したらジャングルのとこにちっちゃい小屋があるんですよね。その裏手の木ぐらいで匂いするから、絶対ホエザルやーって走っていったら、その小屋からしかめっ面のババア出てきて、ホーレンって吐いたんですよ、ゲロ。ずっとだから悲しみで付いてたら、辞表に行っていないと思ってたんですけど、あれですね、いやもう十数年前の話です、はあ、だから、はい、まあ、もうこれも時効みたいなことですけど、うん、ね、もう十数年前ですけど、我らが木村雄一兄さんと今まご飯食べてて、はい、まあ、まあ十数年前ですよ、はい、女性もおられたんですよ、はいはい、でまあええ感じになって、お互い大人ですから、当時木村が住んでた、あの一人暮らししてたマンションにちょっと一緒に行こうと、もうね夜も更けてるんですよ、大人ですから、はい、まあそりゃそうなるでしょういうこと で、で行ったんです、ね、マンションに、ほんであの部屋に入りはって、まあまあなんかこうごそ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 っと、ほなもうバーって女性が出てきて、どうやら私はそんなつもりで来たんじゃないと、うん、夜中も1時2時ですよ、はい、そんなつもりじゃない言われたって、うん、いやいやそれ以外何があるんですかと、もうたら大人で、うん、これはキムに切れてるぞと、うん、奥でパッて見たらもう鬼通り越してもう数の顔してるんですよなんて、はい、ほんで、帰れとか出ていけとか、っていうことで声荒げて終わんねやろな思ったら、もうスーッて来て、なぜか冷蔵庫の上冷凍室を開け、冷凍室、冷凍室をパッて開けたんですよ。ほんで、何すんねやろと思ったら、これな、でもカッチカチの鶏肉を、これな、いらん鶏肉やから俺は今からこれを捨てんねんって言って、その今もう帰ろうとしてる、ハイヒールを履こうとしてる女の子の足元にガーン！ほんならその玄関を鶏肉がここここここもう女の子焦ってもうてハイヒールがなかなか入んねん俺はな、これいらん鶏肉やからな、捨ててるだけやでこもうずっとその鶏肉を、いらん鶏肉を俺は捨ててるだけでこやっとなんとかハイヒール履いて、女の子バーッててエレベーター押すねんけど、キムにもちろん外出ていって、俺はいらん鶏肉捨ててるだけでこうエレ
メーターの前を待ってる女の子足元こーガッチガチのレディングが全然レメーター来ないんですよ。ほんで女の子も階段あったからね、横に階段でカカカカーンって走ってる中、いらん鶏肉を捨ててるだけやねカカカカー鶏肉がハイヒールを追いかけるっていう。朝方見たらアイランドでちょっと怪盗さんそんだけ言葉やったら